ソニー DSCP 一用マリンパック簡易防水ケースを装着したクールピクス995防水ケースとはカメラやビデオカメラ等の機材を水のかかる場所や水中で使用するための補助用具である防水ケースは本来水に触れてはならない家電製品等を水際や水中で使用できるようにするための用具である単なる防水性のケースとは異なり製品そのものを 防水構造のケースの中に入れた状態で内部の製品を操作、使用できるようにされている。ただし、防水ケースを装着した製品は、一般的に機能の一部、または大部分が制限される。素材は主にプラスチック、または FRP、ガラス、ステンレス等であり、表面に塗装は施されていない場合が多い。防水ケースはカメラ用のものが、 代表的であるが、他にも様々な製品向けのものが開発されている。その故障も、ハウジング、ウォータープルーフケース、ウォーターパック、マリンパック、アクアパック、防水プロテクター等、メーカーによって様々である。いかに、製品の分野ごとに代表的な例について説明する。従来、ニコンのニコノソをはじめとする、水中カメラと呼称される。 水中撮影用の銀塩カメラ製品も存在したが、その大部分が業務用であり、一般に広く普及するものではなかった。その後、主にレジャーや学術上の目的で水中カメラを使用するニーズが高まり、市販のカメラを防水ケースに入れることで、水のかかる場所や水中での撮影を簡易的に可能とした防水ケースが開発された。ニコンは、 ニコノスシリーズの生産終了の一因に防水ケースが主流になったことを挙げている。現在ではオリンパス、カシオ、キャノン、ソニー、パナソニック、富士等がデジタルカメラのオプションとして防水ケースを準備している。近年になりデジタルカメラにおいては防水ケースを使用しなくても生活防水程度の防水性能を持つ製品や ス防水保護等級発級程度の防水性能を、有し水中撮影が行える製品も増えている。例えば、後者の先駆的な存在としては、ソニーサイバーショット DSCU60 が挙げられ、2007年7月、現在で販売されている製品としては、オリンパスオリンパスミュー 770SW、ペンタックスオプティオ W30、三洋ザクティ DMXCA65 等が、 ある。しかしながら、製品数の上では、単体で、水中撮影が行える製品よりも、オプションとして防水ケースが準備されている製品の方が多い状況には、変わりない。また、最近では、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話用の塩化ビニールを、素材とした簡易的な防水パックや、防水ケースがあらかじめ装着されたレンズ付きフィルムも発売されている。例えば、 コダックが2004年3月に発売したスナップキッズ15メートル防水は水中15メートル防水と通常の防水デジタルカメラを上回る防水性能を有する。これはフィルムや電池などの交換を前提としておらず操作部やレンズのズームなどの可動部が少ないためと考えられる。防水ケースはカメラ用ばかりではなく様々な製品向けに開発されている。 その例としては、小型テレビ、携帯ゲーム機、照明灯といった家電製品が挙げられる。多くは、カメラ用防水ケースのように水中での使用を想定したものではなく、風呂場での使用などの日常生活防水程度の性能を有し、構造的にも簡素で比較的安価な製品が多い。防水ケースとカメラを用い、水の中で映像を撮影する場合、多くは、 紫外線の影響で青みがかった写像となる。通常、特別な用具を使用せずに、水中撮影が行えることを売り物にした、防水デジタルカメラには、こうした青みを軽減させ、自然な色合いにするためデジタル処理を用いて、色調補正する機能が搭載されているのが、一般的である。しかし防水ケースを装着して撮影する際、使用するカメラの多くは、 設計段階で水中での撮影を想定していないカメラであるため防水ケース側にオプションとして色調補正レンズが設定されている場合が多い。こうしたレンズは一般的に反対色とされる黄色がかったレンズであることが多く、色調はある程度補正されるものの全体的に暗みがかってしまうという欠点がある。ダイビングなどの深度が大きく暗い状況での撮影や、 蒸気のフィルターによる影響を解決するため、オプションとして防水ケースに装着して水中で使用できる撮影用ライトが設定されることも多い。水中撮影においては、フラッシュとシャッターのタイミングがずれる場合があり、撮影用ライトには、こうした問題を緩和させる意味もある。ニコン企業情報ニコンについてニコンの歴史、デジタルアーカイブズカメラの歴史、ニコノスの歩み。 コダックスナップキッズ15メートル防水世界初、水深15メートルでも撮影可能。ありがとうございます。